滝の上神社の勘定は不詳ですが、古来不動尊を奉安し、お不動様と呼ばれ、広く尊崇を集めておりました。伊達綱村公、吉村公の巡行の折、自衛の和歌を賜った由緒ある社であり、一時尊者に列せられた時代もあります。御祭神は、八幡彦の神、八幡姫の神をお祭りしております。平成23年3月11日の東日本大震災では、大津波により本殿前の滝根川に架かる鉄骨の渡り橋は流出する被害を受け、正面の鳥居50センチメートルまで津波が押し寄せました。さらには、本殿より 1.5 キロメートルほど離れた大谷漁港近くにあった里宮と社務所、宮司の自宅は全壊、流出し、周囲のすべての家屋も流され、壊滅状態でありました。しかし、里宮にあった朱色に輝く鳥居だけは、大津波に屈することなく、悠然とその姿をとどめておりました。巨大な激流に耐え抜いたその姿は、震災で打ちひしがれた地域の人々に、復興への勇気と希望を与えるものであったそうです。現在その不動不屈の鳥居をくぐると、流出した里宮跡には仮社殿が設けられ、大谷の里を見守っております。この社は、東京都の猿神社の宮司様からご奉安いただいたものであります。平成25年には、この里宮のそばには社務所も再建され、地域の方々のコミュニティの場にもなっております。本殿に架かる渡り橋も、しばらくの間はパネルの仮橋で参拝者の足元を確保しておりましたが、平成25年秋、神社本庁による支援により復元をいたしました。滝の上神社はこれからも大震災からの復興へと向かう地域の人々の心の拠り所として、今後も地域と共に歩んでいくのであります。